たくみソフトへようこそ。今回も父読語感をしてまいりたいと思います。2019年の、11月号になります。語らざれば憂いなきに似たりという、テーマです。今回読語感しますのは26ページの亡き戦友たちの思いを抱いて生きる、栗永照彦さんの寄稿からになります。この方はこのタイトルのようにね、亡き戦友たちの思いを抱いて生きるとあるように、戦争をもう体験された方です。特攻にいた方ですね。で、特攻にいながら命がね守られて、今このように、いらっしゃるということなんですけども、尊い犠牲者ではない、戦友たちは尊い犠牲者じゃないよっていうことを、栗永さんは伝えたいと。終戦記念日近くになるとテレビで流す、なんか過去の映画とか過去のドラマみたいなものを、やるときって必ずその悲壮感あふれる、もう泣きながらお国のためにお国のために行ってきますみたいな感じで、もうやむを得ず死んでいくみたいな、そういうね、イメージがやっぱり映像として私なんかも入ってるわけですよ。いや、戦争の時って本当にね、そういうね、嫌な思いして行きたくもないのにね、もうしょうがなく行ってるみたいな感じを、やっぱりテレビなんかでは私は印象を受けてました。で、すごくその軍隊の方はね、厳しく上下関係があってね、行けと言ったら行けばいいんだ、パシンパシンパシンみたいな感じでね、行かされるみたいな、そういうイメージがすっごいこびりついてたんですよ。でもこの栗永さんのお話、今回のね、この父の中で言われてることっていうのは、この悲壮感っていうのがですね、全然ないんですよ。むしろその戦友で消えてった、先輩にあたる方々っていうのも、大切な人たちを守るために、大切な国を守るために決意をして、俺はやらなきゃ誰がやる的な、そういう悲壮感はないんですよ。むしろやってやる、俺がやってやる、俺についてこい、俺についてこいが船に当てることができるから、俺についてこいってね、長官の人が言ったりとかね、そういう中でね、栗永さんは特攻の中で過ごされていたんですよね。たまたまね、飛行機の、トラブルなどがあってね、命からがら戦後生きることになられたようですけれども、しかしその戦友たち、散っていった戦友たちっていうのは、そんな悲壮感を漂わせてね、この戦争を起こした日本が憎いとかね、そういう感じじゃないんですよ。誰かに責任をとか、そういう感じではないです。どういうことを伝えたいんだなということを私は感じました。本当にね、テレビの報道や、また、いろんな書かれる書物類ね、戦後書かれた書物類というのは、日本が悪ですよ。で、しょうもない戦いをした、ね、みんなを騙してしょうもない戦いに、巻き込んでしまった。だからね、本当日本は、ね、悪くて悪くても悪の巣窟だみたいな、ね、日本とドイツはね、もう悪魔のような国なんだ、だからもう徹底的にね、人はね、皆殺しにしなきゃならないんだっていう、そういうイメージをね、テレビではやりますよね。それは危険だっていうことを栗永さん言われてるんだと思います。で、私もね、半分ぐらいかなりね、テレビの影響を受けてました。だから日本が悪いんだっていうね、そういう日本自虐史観っていうのをずっと叩き込まれてきていましたし、また戦後のね、終戦記念日を見るたびに、二度とあの戦争は起こしてはない、二度とあのような戦争は起こしてはならない、
それはそうです。あのような戦争起こしちゃならないけれど、じゃあ日本が戦争したのってどういう理由で戦争したのっていうことを、あの冷静に、あの日本の史実に基づいて日本の立場で見た時にどうなのっていうことをもうちょっと検証すべきではないかなっていうことを思います。というのは今検証されていることっていうのは戦勝国の視点で日本がどうだったっていうことが言われていますね。もしくは戦勝国ではないにしても日本の統治下にあった、当時の支那満州、ね、ですから今でいう北朝鮮だったり韓国だったり中国だったりロシアだったりね、もしくはモンゴルだったりね、今中国のモンゴル自治区って言ったらいいんでしょうかね、そういう地域にの方々が、そういう方々の視点で日本を見て日本を悪魔のような国だって、ね、いうところばかりがピックアップされてきている。でも日本には日本の大義があったはずなんです。というのはですね、戦争っていうのはお互いにですよ、相手国も自国も、大義名分を持って戦うんですよ。でなければただの虐殺になってしまいますからね、ただの人殺しですよ。大義があってこのために戦うっていう大義がそれぞれにあって戦ってるわけです。一方の大義が悪だーっていうのは戦勝国ゆえの大義なわけですよ。大義があってこれがダメだっていうことをもちろん否定するでしょう。でもこちらが何だったか、日本の大義が何だったのかっていうのは全く伝えられないまま海外の、歴史観でものが語られてるっていうのは本当にね、大きな大きなこれは問題だと思います。そしてその中で生きてきた政治家、ね、育ってきた政治家も本当に日本はダメなんだっていう方もいらっしゃいますね。その見方が悪いとは言わないんですよ。悪いとは言わないんですけど、日本の立場に立ったその大義名分を知った上で、お互いを照らし合わせてこうだったんだねっていう、そういうことが必要なんじゃないかというふうに思うんですよ。ただ一方的に悪かった、人を殺すんだから悪いに決まってんですよ、どっちだって。違いますか。戦争なんですから、狂気と狂気ですよ。狂気ってのは武器の狂気じゃなくて、もう狂ってるの狂気の方です。お互い狂ってる状態でなきゃ戦えないじゃないですか。でも大義があるんですよ、それぞれ。だからその大義をきちんとね、日本の史観、歴史に基づいたものを私たちはもっと知る必要がある。そんなことをね、今回、思わされました。で、本当ですね、日本のメディア、ね、今日本のメディアは本当危機的状況に私はあると思っています。朝日新聞の本当にね、日本という国を貶めてしまっている、あの新聞社が、日本で一番力のある新聞社であるということです。そしてその日本のメディアとして力のある新聞社の一つとして毎日新聞だったり、ね、北海道と北海道新聞というのがあります。どうも偏った感覚で記事を書く人たちが多い。あまりにこれは日本を貶めている、そんな風に思います。もうちょっとですね、冷静に一方の意見があったら他方の意見もある、この意見の両方があることをきちんとやっぱり平等にとは言えないかもしれないけれども、お互い出すべきです。そしてお互い議論をして、考えていくことをやっぱり伝えていかなければならないと思います。片方の歴史観だけで押し付けていくっていうのはお互いによろしくないと思うんですよね。だからきちんと議論をしていくっていう体制をメディアもしていかなければならないと思います。特にね、本当にね、日曜日にやってる変なニュース番組あります。私はあれ見てて気持ち悪くなります、いつも。ほんとね、あれいつもというかね、もう最近は全く見てません。本当に気持ち悪くなるんでね、ああいう偏った歴史観を持ったコメンテーターや、リードするアナウンサーというんですか、
MC の方、お年寄りの MC の方いますけども、みんな偏った方向の人たちでワイワイガヤガヤやってる。で、一方の意見を、もう一方の意見を言う人たちは全部排除されていくってね。これはね、日本のメディアの危機を物語ってると思います。ですんでね、今インターネットではすごい、このファクトだとか、ファクトニュースとかフェイクニュースとか、そういうことが言われ出してますよね。で、今すごくその盛んに選挙の活動の中で、インターネットを使った選挙というんですかね、PR 活動をされている方いらっしゃいますよね。立花隆さんという N 国と言われている方です。ああいう方々がメディアでは絶対に露出できない、でもインターネットを使って発信していくというね、メディアはあの方を明らかに排除しようとしてますよね。メディアっていうのは本来そうあってはならないわけですよ。 NHK もあの人が N 国 NHK を国民から守るとっていう、人ですからNHK もあの人出したくないもんだからルールを変えて、しまったというね、恐ろしいことですよこれ。今このようにね、メディアというのがいかに偏っていかに利害の中で動いてるかっていうのが明々白々となってる時代です。ですから私たちはね、本当にいろんな情報をキャッチできる時代になってますから、いろんな情報をキャッチしながら、あ、こういうふうに考える人もいるな、こういう考えもあるよなっていうのを、お互いにですね、知って、必要であれば議論したり、意見をしたりしてね、こうやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。一方がね、悪い、一方がいいんだ、正しいんだっていうのはその後の話ですよ。まずはきちんとお互いに土俵に立って議論をする、喧嘩しろと言ってるわけじゃないんです。きちんと話をしようよ。でないとね、お互いに違う価値観なんですから、人間ってやっぱりそうやってね、分かり合っていく必要が私はあるように思います。はい、今日はですね、すごく長くなりましたけど、亡き戦友たちの思いを抱いていけるね、栗永輝彦さんのところから私が思ったことをちょっとお話しさせていただきました。それではまた皆さんお会いしましょう。それではまた。